セイントセイヤ、ソルジャーズソウル、君は伝説の中にいる。さあ、大いなる戦いがここから始まったのです。あなたは負けることはない、私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うために、ゴールドセイントの立ちはだかる12の宮を突破せよ。急げ、アテナのセイントたち。教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆け、第2の宮金融宮を守るのは、セイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。シリュウたちをいとも簡単に。この奴か、まさしく奴。このタウラスの、はいと、このままでも十分お前を倒す。まだまだ言ったはずだ。この金牛球はどうな、ブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。これが俺の実力だ。その黄金の、おいせい、ファイト、グレート、俺のエクト、ウィナー、ゴールドセイントの強大さを知ったぜ。これが俺の実力だ。このキグナスの塔、ファイト、タリス、ヒョーナ、落ち着いて、ウィナー、どうだ、キグナスの陶器は。増兵がいくら集まってもセイントには無力。ヒョーガ、おかし、おかしい。この手、ファイト、アナザーフェクト、ウィナー、ジェミニイント、本当の力を出してしまった。俺の答えはその程度。ファイト、タリスを、誰が誰であるか、ウィナー、まあまあ、増票がいくら集まってもセイントには無力。この程度で、第4の宮、巨海宮へとたどり着いた聖夜と、
お前を倒す。はいと。目が見えた。赤色なのか。ウィナー。この最強の剣と盾の前に敵。これぞ鍛錬の賜物。デスマスク。あれ。はいと。ウィナー。お前にゴールドクロスを待つ。これぞ鍛錬の賜物。シリュー。巨海球をシリューに任せ、単身で四死球へと乗り込むセイヤ。四死球を守るのは、かつて幼いアテナの命を救い反逆者として命。遠慮はしないぜ。所詮ファイト。あの冷酷な目を、なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。ウィナー、負けられない。アテナのためにも、これが俺の実力だ。アイオリアの高速。せいや。はいと。アテナが、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの暗いまで関わってくれ。どうすれば、アイオリアの洗脳を解けるんだ。ウィナー、目が覚めたか、アイオリア。これが俺の実力だ。この戦後迷わず、ファイト。私にあだ名がパーフェクト。ウィナー。どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。シャカよ。迷わず、ファイト。パーフェクト。ウィナー。俺は神仏は信じ、フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。第7の球、天秤球において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。男の勝負に、ファイト。スカーレットリーダーの発信。パーフェクト。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。同票がいくら集まってもセイントには無力。フッ、この程度の闘技では通用しない。
このキグナスの…このファイト終わりだ。命落として戦うことで、セイントとして生きた証ならば、俺は氷河にとどめを刺すことで、ウィナー男なら最後まで自分の増氷がいくら集まってもセイントには無力。聖夜たちが陣馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、陣馬宮へと飛び去った。第10の宮マカ。この主流のお前のファイト。我が聖剣の前に陣ウィナー。最高の強度を誇る。これぞ鍛錬の賜物。たとえ5体すべてこの絵ファイト。シュラ、お前は知らないようだから教えておこう。お前はウィナー。アテナのために戦う、セイントなら分かりきったこと。これぞ鍛錬の賜物。さあ約束通りお前も連れていくぞシュラ。うおー、この技はロザン交流派。交流派は前かかってファイト。フリージングコース。アリスの友の全てをぶつけて神オールレイズ。やるはあなたを倒す。ならパーフェクト。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。増氷がいくら集まってもセイントには無力。あなたから授かったもの全てをぶつけ、カミール。私も全てを。ファイト。アリス。パーフェクト。ウィナー。ありがとう。増氷がいくら集まってもセイントには無力。この男、私と互角に闘気を放ちながらすでに意識を失っている。バカな。あれはオーロラエクスキューション。無駄だ。オーロラエクスキューションは闘気を無限大に発揮するカミュ最大の技。君ごとファイト。アンドロメダル、何アンドー、コツ教えてやる。あの子が途中で生き返る腹の壮烈に送られてウィナー。誰も傷つけたくないの。本当の力を出してしまった。今かこの日を
ファイト。あなたが教皇が邪悪に加担していることを知らないの。ウィナー。兄さん、僕最後まで男らしく戦ったよ。本当の力を出してしまった。またこれだけの悪あがきをする。代々教皇がアテナに代わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするあるものの姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセイント、イーグルのマ。あんたみたいなタイプは好きじゃないね。生きてここから帰れると思わぬ。ファイト。さっきのパーフェクト。ウィナー。覚えときな、表しの爪の恐ろしさをね。バーカ、何を驚いてるんだよ。危ないところだったね。ジェミニオ。ファイト。アテナは間もなく死ぬ。そうすればアイオロスが持ち去った勝利の女神、ミッコを渡すのもアテナの盾と逃げ、それは限界の腕を。帝王。ウィナー。負けられない、アテナのために。これが俺の実力だ。今さら…ファイト。アナザーディメンション。九死に一生を得たその命、再び捨てに行った。この俺の命などいくらでもくれてやる。聖夜だけは絶対に死なせはせん。これだけ俺の剣を浴びせても。ウィナー。ラジャクナ、フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。そろそろ下…この命ある限り、お前を…今度こそ…ファイト。最後…もう一度だけです。心のコマラマだ。奇跡を起こせ。僕の全てを断たれて見る才能を見せてやる。クロイ逆襲エクスプロージョン。感じることすらできないペガサス。アカメ、なおも私に戦いを挑もうという天の魔王剣英雄せよ。まだまだ私の剣を。ウィナー、勝った。まあまあだな。ついにジェミニのサガを、諸悪の根源を倒したぞ。アテナ像のあの盾さえかざせば、沙織さんのアテナの命が救えるんだ。おのれ、盾に触らせるか。アテナよ、正義の盾を与えたまえ。
沙織さんを、アテナを救え！うわアテナ、我らゴールドセイント残りはわずかになってしまいましたが、あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老峰におられる老師からサンクチュアリの増強に至るまで、あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。行きましょう、サンクチュアリの頂上へ。わ、私は…サガ、正気に戻ったのですね。アテナ、気づいていましたか、サガ。聖夜の剣があなたの心を支配していた邪悪のコスモに激しい衝撃を与えていたことを。そうだったのですね。彼に感謝しなくては。こうして最後にあなたにお詫びを申し上げることができる。最後。私の罪が許されるとは思っておりません。ですが、私にできる贖罪の手段はこの程度しか。この差が許されるのであれば、正義のために生きたかった。差が、差がの心に強い善と悪が混在していました。ですが、最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。シリュウ、氷河、シュン、一騎、そして聖夜、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかし、あなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。あなたたちが戦ったように、私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。